こんにちは、獣医師の藤丸です。今回の動画はですね、猫ちゃんのですね、発情期が来た時にどれぐらいの期間続くのかということについてですね、説明したいと思います。でですね、まずですね、猫ちゃんはですね、そのワンちゃんと違って、生理っていうのがなくて、出血するとか、メスの猫ちゃんですね、出血して生理が来たなっていうんじゃないんですよね。で、まあ、季節繁殖動物って言いまして、だいたいその1月から8月ぐらいの日が長い1日のにおいてですね、日が長くなる、暗い時間よりも明るい時間の方が長い期間に発情が来ます。で、まあ、だいたい1月から8月ぐらいですけど、だいたい日本だったら普通は3月ぐらいから8月ぐらいの間だと思うんですけど、その時間がその期間が発情期ですね。なので、発情期はいつまで続くかって考えると、3月ぐらいから8月ぐらいが普通かなと思いますけど、早い場合は1月ぐらいから来ますし、あと、お家の中で当然飼ってると思うんですけど、お家がずっと電気で照らしてて、ずっと明るいようだったら、やっぱり1日の日が照ってる期間が長くなる関係で、別に他の期間でも、1月から8月の間じゃなくても、発情期が来ることは、ありますね。で、あとは男の子の猫ちゃんは、そのメスの猫ちゃんが発情しているのに、つられてっていうか、そういうフェロモンとかの影響で発情が来るだけであって、ただつられてなってるだけなので、で、男の子の猫ちゃんがいつまでの期間続くかって、それはもう、メスの猫ちゃん次第っていうのが答えになりますね。あとはそのメスの猫ちゃんはいつぐらいからその発情期が、始まり出すかっていうか、あるかっていうと、大体その生後6ヶ月前後ぐらいから、まあ、10ヶ月前後ぐらいから発情期が来る可能性があるんですけど、さっきも言ったように、季節繁殖動物なので、その期間、その体1日においてですね、日が経っている時間が長くないと、そもそも発情が来ないので、普通はですけど、例えば10月においてですね、10月に例えば、生後6ヶ月とかね、8ヶ月とか来たとしても、その時期間は普通は発情が来ないですね。やっぱり1月とか、まあ、2月とか3月とか、それぐらいの以降で、まあ、8月ぐらいの間で、そういう生後6ヶ月から10ヶ月の間ぐらい来た時に、大体発情期が来ることがありますね。でですね、その発情期になったらですね、メスの猫ちゃんが、その期間っていうのは、4つのサイクルに分かれるんですね。発情前期、発情期、発情後期、発情休止期っていうのは4つに分かれますね。発情前期っていうのは、まだその交尾をする段階じゃなくて、前段階ですね。この時期はですね、おしっこの回数が増えたりとかするんですけど、別に交尾をする時期でもなくて、だいたいですね、だいたい1から5日ぐらい続くんですけど、結構甘えたがりになるかなっていう印象ですね。それから発情期になると、この時期が交尾を、オス猫ちゃんがいると交尾をしてしまう時期なんですけど、この時期になると結構鳴き声が強くなったりとか、いつもと違う場所でおしっこしたりとかするので、膀胱炎と間違えられたりとかしやすい時期でもありますね。で、発情期はだいたい4日から10日ぐらい続くことが多いですね。で、発情後期はですね、1日だけぐらいなんですけど、この時期に、まあ、例えば、交尾をしてたら、交尾をしてたら次の、その妊娠のステージに進むわけですけど、妊娠してなかったら妊娠してなかったで、次は発情休止期っていうのに行って、発情休止期っていうのはまた、だいたい、5日からね、2週間ぐらい続くことが多くて、で、またその交尾をしてなかったりとかした場合は、またその、発情の方にまた戻っていくような感じになりますね。なので、この発情期の間に、発情している期間の間に、交尾をしなかったら、その刺激がないと、猫ちゃんもう一回また、交尾をしたいっていう気持ちが抑えられないみたいで、またその発情期っていうのを繰り返していくんですよ。ずっとこのさっきの 4サイクルをひたすら繰り返して、その日が長い期間はずっと繰り返していくっていう感じになってきますね。なので、もしその交尾がなかったら、発情前期、発情期、発情後期、発情休止期っていうのをひたすらこう繰り返す。交尾をしなかったら繰り返すってことになってきますね。期が長い間は。それが嫌だっていう方が、稀に陰部に綿棒を入れたりとかして、交尾の刺激を与える。
それでこう、ちょっとそういう衝動を抑えようとする方も、そういう、まあ、泣き声が強くなったりとか、別の場所でおしっこしたりとかっていうの嫌だっていうので、そういう陰部にその綿棒を入れて刺激を与えるって方いるんですけど、そうすると、そういう陰部が炎症を起こしたりとかして、なんていうか治療が必要になったりすることもありますので、まあ、もしそれが、そういう発情が嫌だったら、避妊手術をすることをお勧めします。以上ですね。この動画参考になったりという方はね、高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは失礼します。